こんにちは、総括塾の久保です。今日はですね、ビットコインの2018年についてちょっとお話をしようかと思います。前回2017年はビットコインの価格が200万円を超えてぐっとね、値上がりしまして、最大値で240万とか250万ぐらいにタッチしたんではないかなと思うんですよ。しかし年の終わりにはいろいろと相場が壊れてきた、そのね、前触れが出てきまして、まあ、220万円ぐらいで終わり値を迎えたのかなと思います。そして2018年はですね、いろんな通貨がまあ、ギッタンバッタンしたと言いますかね。2017年、2018年は、いわゆる ICO バブルが崩壊した年にも重なってですね、暗号通貨に暗い影を落とした、そんな時代だったんではないかなと思います。まあ、ここではね、多くの、まあ、破産と言いますかね、大きな資金を失う方が現れたりとか、それからハイプというのも流行りましてね、ここで大きく資金を失った方と、早めに参加して、巨万の富を得た方とね、まあ、明暗を分かれたわけなんですけども、いわゆる被害者の方は詐欺と言い、そして、利益を得た方はビジネスだと言い張る、こういう二項対立があった時代ではないかなと思います。ただやっぱり前提として、これは投資であり消費者保護をされたようなね、そんなルールに守られた業界ではないので、ある程度覚悟してリスクヘッジをして自分の判断で参加するべきだと私は思うんですよね。まあ厳しいことを言うです、私も資金を失ったものの一人として言いますけども、やれば絶対に成功すると思って参加したわけではないと思うんですよ。もしかしたらこれで資金を失うかもしれないと思いながらも、期待の方が大きくなっちゃってね、そして思いもかけないような力量を超えた金額を入れた結果、まあ非常に厳しい結果となったということではないかなと思います。そういうのも込みでね、私たちは投資の世界に生きていますから、こういったダメージをね、糧にして次の一歩を進めるのか、それとももう再起不能で立ち上がれなくなってしまうのか、ここによって明暗が分かれ、2019年、2020年と続いていくものだと思います。まあおそらくこの動画を見ているということは、いろいろあったけども生き残ってきて、そして次の挑戦をもうすでに始めた方だと思いますんでね、この2017年、2018年という厳しい時代、これを思い出しながら、その価格についてちょっとね、お話を進めさせていただきたいと思いますので、お願いします。それでは2018年の1月11日なんですが、この時の終値は176万6376円と、まあ大体去年から比べて5、60万円の値下がりをしたビットコインだということになります。しかしですね、国内でのビットコインサービスは続々と始まるんですよ。例えば DMM ビットコインというね、サービスが開始されまして、アプリも始まりました。FX 証券事業も行う DMM グループが取引所販売所を設立し、 DMM ビットコインがサービス開始ということで、まあ、あの DMM がね、ついにこういう厳しい難しい業界にまで入ってきたということで、まあ、私は結構ね、希望があるんじゃないかなと思ったんですよ。というのは、個別投資家とかね、ユーザー消費者目線で言うと、本当に自分の資金が増えたり減ったりっていう視点でしか見れないんですけども、こういった DMM.com みたいなね、グループ会社法人がこの事業に乗り出してきたってことは、将来性を見込んで投資額を決めたということだと思うんですよ。より先見性の目がある方が、まあ、この業界に入ってきたことによってですね、このビットコインというものが2020年、2025年、2030年も大きく市場を広めるんだという他者の目線をどういうふうに捉えるかってことになってくるんですよ。私は一人の投資家として、こういった自分よりも力のある企業が考えたことを、まあ、非常に参考にするところが多いんですよね。で、2018年の1月15日になりますけども、ライトニングネットワークを利用した初めての物流購入が行われるという、そういう事件もありました。事件というかね、そういうエピソードもありました。170トンで5696円と、価格はほとんど変わりがないんですけども、これからのビットコインの期待をここに感じさせたわけですよね。即時手数料無料決済を実現する技術であるライトニングネットワークを利用して VPN サービスを提供するトアガードから VPN ルーターを購入したユーザーが現れたと。これが世界初のライトニングネットワークによる物品購入の例だというふうな形で歴史に刻まれているわけなんですよね。そして同じ月1月なんですけども、1月の26日には、終わり値をね、ちょっと下げて115万4260円となりました。この時ですよ、コインチェックがハッキングされたのは。いやーね、大騒動でしたよね。私はね、コインチェックが発禁されて、多くのユーザーさんが自分の資金はどうなるんだとかね、コインチェックは詐欺だったのかと、弁償しろみたいなことを言ってる時に、投資なんだからさ、こういうことも予見したでしょっていう風な放送して、まあ結構ね、いい反響をいただいたんですよ。確かにそうだなと。
なくなることを覚悟して投資の世界に入ったのに、実際なくなりそうになった時に、おろおろしてもしょうがないなっていう風なね、方が、賛同していただいて、速稼塾に来ていただいたってこともありますし、当時私ね、少額なんですけども、コインチェックに100万円ぐらいの日本円を、まあ入れていてですね、それで、各種暗号通貨に分散投資したわけなんですけども、私の声明としては、私のお金を被害者弁済なり、調査の費用に使っていいですから、私は返還を求めないので、コインチェックさん、これからもいいサービスを提供してくださいねっていう風なね、メッセージを送ったり、そういう動画を作ったりとかして、これまたね、いい格好するなとも言われたんですけども、確かに投資ってのはそういう風な気持ちでいないといけないよねっていう風な賛同もいただいて、まあ、今日につながってるってことなんですよね。日本の仮想通貨取引所であるコインチェックがハッキングを受けましたと。被害額は580億円となり、史上最大の仮想通貨盗難詐欺となりましたと。これ、ネムが盗難されたんですよね。盗難されたのはビットコインではないものの、国内の取引所が受けた大規模な仮想通貨の盗難被害として、マウントゴックスに続き2つ目の例となったということなんですけども、しかしね、この580億円の消費者会員さんのね、被害ですけども、全てがこのコインチェックという会社の弁済によって賄われているということが驚きですよね。コインチェックは当時2兆円ぐらいの利益を持っているというふうに私の方は聞いていたんですけども、まあいずれにしてもね、こう新進系の新しい新興企業が580億円を弁済できる現金を持っているっていうのがすごいですよね。で、そこでコインチェック、もしくは、暗号通貨取引所のね、手数料っていうところにメスが入ったんですけども、この手数料がね、バカ高いわけなんですよ。往復で 15% ぐらい持ってってますからね、それは儲かるわって話なんですよね。ここから続々と暗号通貨の取引所、販売所に参入する企業が増えてきたってことなんですけどもね。はい、続いて2018年のことなんですけども、今度はね、韓国ですね。1月30日、何かと1月は事件が多かったんですけども、1月30日、韓国で仮想通貨取引所の規制が導入されました。まあ、有数の仮想通貨の取引国である仮想通貨の国、韓国なんですけども、まあ、このね、規制によって、本人の確認が義務付けられ、匿名の取引が禁止されるようになったという、まあ、考えてみれば当然のことですよね、これはね。これによって別にユーザーが不利になることは別にありませんので、まあ、どんどんこの辺は進めていただきたいかなと思ってますね。そして1月30日、同じ日なんですけども、終値は114万7900トンで3円。Facebook で仮想通貨関連の広告が全面禁止となりまして、まあ、インフルエンサーの方が肝を冷やしたんではないかなと思いますよね。で、Facebook が多くの広告が詐欺的で危険なものになっているとして、仮想通貨 ICO、バイナリーオプションに関する広告を全世界で全面禁止すると発表しました。この後、同年3月には Google、Twitter も同様の理由で仮想通貨関連の広告を禁止すると相次いで発表されたという、今は解除されてるんですけどもね、この時はそのぐらい混沌としていて、特に ICO という言葉に飛びつく人と、そこに資金を失う人と、こういったものが出てきたんですよね。この ICO が爆上げしますよとかね、上場前に買っておきましょうみたいなね、本当は煽る人も出てきて、私はね、 ICO は金を失うから気をつけろとかね、バブルってのは多くの人がお金を失う瞬間だからやめとけっていう風な放送を1年間させていただいたんですけども、その結果資金を失わずに済んだ人が2019年からの本格参入ができたということになりますが、焦ってね、出し抜こうとした方はここで全損してしまったという、そんなね、苦い経験があったんではないかなと思います。そしてしばらく事件は ありません。値段は下がっていって、2018年の6月4日、終わりには82万1357円とだだ下がりしていくわけなんですよね。SBI バーチャルカレンシーズがサービスを開始しました。つまりこういう企業もこういうね、値段の安いところに参加してくるってことは、こっから上がるんだよってことを少なくとも SBI グループその他法人が考えていたってことなんですよ。私もその考えに同調して、これからますます企業参入が増えてきて、安い時に参入してくるような企業が急成長するんだろうなと思いましたんで、資金の投入を私もね、加速したわけなんですよね。で、2018年の6月26日、終わりにはもうちょっと下げて68万2千円になりましたね。まだまだ下がります。Facebook で仮想通貨関連の広告が一部解禁になりました。ここによってですね、また広告が出せるようになってきたんですけども、すでに ICO バブルは終わり、多くの人が ICO やバイナリーオプションの商材に警戒感を示すようになってきてました。まあ、こういう時だからこそ広告ってのは解禁して、まともな会社が広告を出してくるって流れがここに出てくるわけですよね。多くの方が撤退しようと思った時に有料案件が入ってきて仕込み時になる。そして多くの方が熱狂している時には、
実際はね、リサーチの時であり耐える時であるってこと、まだもうなり、もうはまだなりってことをそのまま暗号通貨の世界でも体現してるんではないかなと思います。2018年の9月14日、72万2456円まで暗号通貨ビットコインは落ちました。財布がハッキングを受けましたこういうこともありますよ。で、70億円の被害となったらしいんですけども、この時にはね、もう財布が飛んでしまうみたいなことを言う人はあんまりいなかったと思うんですね。で、最後なんですけども、2018年の、11月15日です。200万円を超えたビットコインも1年も経たないうちに59万1833円と、とてつもない値下がりをしました。この後、2019年にもまだ下がります。ビットコインのフォーク版であるビットコインキャッシュが分裂した新たにビットコイン SB が誕生したという事件。ちょっとね、印象にない方が多いんじゃないかなと思います。多くの方は暗号通貨のニュースからもう離れてですね、別のこと、ビジネスとか FX とか、こういった方にね、また揺り戻しが起きたっていう時期なんですけども、やっぱり暗号通貨危ないよねってことで、またどっかでね、投資に入れるための資金を稼ぎ始めたってことになります。まあ2018年はこんな形で悪いニュースばっかりが増えてきたんですよ。でも悪いニュースの陰でちゃんと仕込める人は仕込んでいたんで、ここから3年を見れた人、つまり2018年に3年後、5年後を見込んで資金を投入できた方は今花開いているという状態でございます。ちなみに私もビットコインを仕込んだ最後の年がここですね。後々ビットコインが100万円を超えるという時にはもう仕入れる気持ちが皆さんなくなってますよと、今のうちに買っていきましょうみたいなことを言った覚えもありますけども、まさに2018年が仕入れのラストチャンスだったと私は思ってますね。また100万、200万、300万と回復して、そして500万、1000万も見えてくるんじゃないかなというふうに語っていたのは、2018年のこのね、値段がだだ下がりした時点では私ぐらいしかいなかったんじゃないかなと思いますけども、多分多くの方は私の放送この頃ね、見なくなったと思いますので、再生数もガタ落ちしましたんでね、2桁ぐらい落ちましたんでね、暗号通貨に対する関心はそれほどなくなっていたんだろうないかと思いますね。同時に暗号通貨の放送していた YouTuber さんも多くの方が2018年消えていきました。人によっては ICO を紹介するだけ紹介して紹介料を持って消えるというね、一番美味しいパターンとかね、そのまま海外に逃げちゃったみたいな人もいましてね、それが本当にね、相場で勝つってことなのかもしれませんけども、私はちょうどそういう方面はなかったんで、 ICO は参加するなよと、私の方にね勧誘いただいた ICO の案件も全て断ってね、ちょっとまあ言ってみれば大義を逃したって形になりましたけども、おかげさまでこうやって毎日放送を続けられるのも、2018年におかしな案件を紹介しなかった、まあそのね、結果だと思いますんで、まあまあ良かったかなと思ってますね、はい、それではね、本日はこのぐらいにしておきましょうか。じゃあ次は2019年行ってみましょう。価格はまだまだ落ちてね、どこまで落ちたんだっけな。あ、そうですね、2019年は価格が V 字回復していく時期ですね。40万台をつけたこともあったんですけども、結局そこが底値で、100万円を超えるまでは私は買いましょうって呼び続けてきた。それは2019年だったのかな、2020年だったような気がしたんですけどね、まあ、そうですね、2020年には私は100万円を超えるまでには買っておきましょうということを散々パレ言ってたと思いますけども、2019年は47都道府県をツアーした時ですよね、まあ、そこでいろんな個別銘柄のことについてお話したり、最も多くお話したのは体のエイダだったんですけども、ステーキングが始まるよってことをね、皆さんにお伝えしていたと思います。ステーキングね、今では当たり前となったステーキング、この頃それに気づいて購入した方は今結構楽に稼げてるんではないかなと思います。ということで本日は以上です。